こんにちは、まえちゃそと。こんにちは、うめちゃそです。久々ですね。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。はい、まあ、やなちゃそとまえちゃそは、そそその伝説っていうあれがあるんですけど、再生リスト名前どうします？ちなみに船かか船かか仲たがいか喧嘩中がどれがいい？勘違いされるたらお前らまだ喧嘩してるん。一年中喧嘩してるやん、ね、なるやん。あ、ちなみに春風とともにはもうやなちゃそのやつが上がってるんで、それ以外でやっていきます、はい、じゃあダイナブレイトで。あ、ちなみにやなちゃそフューチャリングはこれになるから後でやりましょう。あ、なるほど、ね、はい、まずこれね、ダイナブレイトね、はい、やってください。白木翼ダイナブレイド。あら、えらい。ちなみに私半年ぶりの収録でございます。俺スイッチ触ったの半年ぶりだよ。そしたらそうだね、スイッチ触ったの半年ぶりだね。ドンキー完結したみたいで。ああ、おめでとうございます。いや、おめでとうございます。ぜひね、ドラクエ2もそのままやってい。いつかね、ダイナブレイドが作物を荒らす何か理由があるのかな。ああ、やば、読んでたのに。とにかくはこれはやめさせなきゃね。どこかに隠されたお試し部屋でコピーとヘルパーの技を磨けということでやっていきましょう。はい、ほう。じゃあ見始めからですね。うわ、古っ。はい、コピーについて説明いりますか？いら、コピーについては大丈夫です。あ、そうです。コピーの仕方を教えてください。あ、コピーの仕方ですね。はい、あ、ちなみに 1P はカービィで 2P はヘルパーになるんですけど、どっちがいいですか？ヘルパー？はい。あの、私がヘルパーを生まない限りはヘルパーは機能しないんで。あ、じゃあそれでいいです。あ、ヘルパーでいいですか？ヘルパーでいいです。あ、分かりました。はい、俺がカービィは事故になる。Y で敵を吸い込み、はあ、はい、Y とは。Y とは、ああ、これ、ああ、今スイッチの、あのジョイコンでやってるんですけど、ああ、まあ、慣れろです。ああ、はい、俺実機でやりてえ。実機はダメ。実機はダメ。はい、じゃあステージ1からね、はい、やっていきましょうか、はい、ステージ5まであるのね。はい、あ、もう始まってますね。はい、はい、あ、私もちょっとね、あの久々なんでちょっと。あ、なんかこれ聞いたことあるもん、よく。どうしよう。うん、ちなみに今買ったの状態ですね。あ、ヘルプ欲しいの言った？言ってない。はあ、はい、とりあえず何でもいいよ。あ、ほんと？うん、じゃあ、はい、ちなみにあのヘルパーはそのやつしか機能しないからね。だから今買ったしか使えない。ああ、なるほどね。だからメタナイト の買ったバージョンで考えていただければ。これビームです。コピーしたかった？あ、いや、別に。だってお前がコピーをさせないのはもう今の話じゃないでしょ。あ、でも操作がやっぱ単純ですわな。あ、本当？昔のゲームだからさ。水に入っただけで死んじゃうと、かわいそう。水を通さないから。あら、あ、ちなみに体力あるから気をつけてね。え、あー、そういうことか。何に不明。そういうことか。そんな当たり前だよ、ゲームなんだから。あ、そうだわ。よくある。無制限じゃねえんだよな。そうだよ。あ、マリオみたいに一撃死はないから大丈夫、潰されない以外は。あ、あー、これになれと。あ、そうそうそう、あ、こういうこともできるよって話。あ、なるほど。こういうこともできる。あ、ちなみにこのビームラーだとお前は死ぬ。え？え？ちなみにこれヤナチャソにやったらなんやねんって。それはなんやねんになるわ。お、いいじゃん。いいね、ヤナチャソで仕事する。さすが、さすがにね、全く仕事しなかったけど。あいつに仕事って概念がないでしょ。確かにないわ。でも今ダメージ的にはそんなに食らってないから。神技とかできねえか。あ、できるよ。あ、そうそうそう。おー、強えよ。それが確かあれだね、波動弾だね。波動拳。それは別のゲーム。それは別のゲーム。これは上行った方がいいのかしら。あ、上が死ん…喋っちゃダメだよね。知ってんのか。あ、知ってんのか。俺 DS でクリア済みだから。あ、そうなんだ。やっちまいましたね。多分負
キシムないよね。あ、残念でした。いらんでしょ。あ、いらないのお前。マキシムでしょ。うん、いらないでしょ。お前体力3分の1削られてるけど。あ、ほんとだ。あ、ちなみにこのウェイクが行かないかお任せするよ。ウェイクは行く。ちなみに管理場所に行かないと強制的に申し訳ないから。まあそうですよね。はい、どうぞ。あー、なるほどね。ありがてー。てか、ワンダメがでかくない？それはヘルパーだから。ちょっと待って。マキシム分食らって。嘘でしょ。嘘でしょ。マキシム食ってなかったら死んでたやん。あ、死んじゃん。あ、本当だ。なんかワンダメでかくない？ヘルパーだ。ヘルパーは使い捨て。使い捨てでもない。防御が弱いって話。なるほどね。あ、何か。あ、無敵やん。あ、やった。え？またやったよ皆さん。来ました。始まりました。あの手柄を取って。お前何度も言うけど、俺が進まない限りお前戻ってくるんだよ。あ、たき焼き、たき焼きじゃない、たい焼き。あ、終わっちゃった。無敵。ちなみにこっち入れる。ですよね。あ、ね、ったくそこれか。え？何これ？お花です。敵？敵だな。クソブサイクやんこいつ。え、そんなことないよ。あら、さよなら。おお。ちなみにヘルパーは変身すると回復するから。あ、そうなの？そうそうそう。でも俺は回復しないって言ってる。だお前いらないよ。いらないよ。いらないいらないいらない。最悪。最悪。最悪。あーもう最悪最悪。ちょっとあのコピー開けちゃったんで、これ吸えないんで敵カービィ。あ、倒してください。あ、倒してください。あー、やった。何これ何こいつ。やった。こいつやる。ちなみにこの人の名前ダルコとか。ダルコ絶対違うと思う。違うね。ボム。これクラッシュ。クラッシュ。まあ、ちょっと説明が多いよ。はい。アス。じゃあ頑張って。ああ。コピーにいいから。何こいつ。コック川崎。コック川崎？おい。もう遅い。ジキシ。はあ。はあ。あ、ちなみにコック川崎も一度っきり。一度っきり？うん。一回、ああ、一回ポッキリね。そう、一回ポッキリ。寿司を胡椒して、食べ物出すよって。全部たい焼きやん。全部たい焼きやん。どんな料理したらそうなる？たい焼きしか作らなかった。ああ、終わりなのね。うん、あ、これ一品一品あるんだ。しょ、ごめん。なになに？あ、二品最強じゃん。おお。何が起きて、俺何もやってないんだけど。ちょっとまた主人公いないんだけど。